Wi-Fi を利用して通信する方法をご説明します。 Wi-Fi とはパソコンやスマートフォン、タブレット、ゲーム機などのネットワーク接続に対応した機器を無線でインターネットに接続するデータ通信方式です。 LTE を使用したモバイルネットワークでは速度制限などがあります。様々な施設内やご自宅にある Wi-Fi ネットワークを使用することによって、料金を気にせずインターネットで動画の視聴やアプリのダウンロードなどを楽しむことができます。それでは設定してみましょう。ホーム画面を上にスライドして設定をタップします。ネットワークとインターネットをタップします。 Wi-Fi をタップします。画面上部のスイッチをタップしてオンにします。接続するネットワークをタップします。パスワードを入力します。接続をタップします。ネットワーク名の下に接続済みと表示されたら設定完了です。